べくりまつしろ始まるよ。はい、皆さんこんばんは。どうも。8月15日月曜日、第42回しゃべくりまつしろの時間がやってまいりました。今日のまつしろはですね、午後4時頃からですね、突如として夕立がありまして、約1時間ほどね、降りました。まあ5時頃になったら雨も上がりましてですね、夕日が出てまいりました。そんな松代の状況です。今日は8月15日でですね、終戦記念日でもありますし、終戦からもう66年が経ちます。そこで今日のゲストはですね、長野修英高校の郷土研究班の顧問でいらっしゃいます土屋光夫先生と、副顧問の勝田智則先生をお迎えしましてですね、真っ白大本営全体のですね、のお話をしていただくようなことになりました。一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、真っ白大本営をですね、取り組む団体ということで、先生のでちょっと説明していただけますでしょうかね。はい。私どもは高校の部活動ということで27年間長野修英高校郷土研究班でありますけれども、取り組みをしております。そして今ではその下の西条地区を考える会の皆様などと一緒に、地元のこの戦争遺跡をどのように維持し保存して活用していけばいいかというようなことで取り組んでおります。で、一方市民運動として真っ白大本営の保存を進める会、それから NPO 法人真っ白大本営平和記念館というものがあります。これは当初高校生の取り組みを大人がバックアップするというような目的で作られたものでありますけれども、現在は市民運動ということで、私どもは学校の教育活動ということで、ある程度一線を画して行っております。それから追悼碑を守る会という、真っ白大本営の工事で担った、朝鮮人、の慰霊の碑を作る会がありましたけれども、その会の、存在も一つあります。それからもう一つの歴史館松代という団体もあります。さらに宮坂酒造さんとか文化財ボランティアなどで案内もされております。ますけれども、地元の方と一緒に取り組んでおるのは長野修英高校郷土研究班だと思います。はい、ありがとうございます。ですね、今日はですね、特別番組ということでですね、この修英高校のお二人の先生にですね、通常ですと15分なんですが、延長でですね30分一応予定しておりますので、一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではじゃあパネル先生、はい、あれですね、説明していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。真っ白大本営ということは、1944年昭和19年に戦争がだん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 厳しくなってくる中で、本土決戦に備えてこの長野市の現在の真っ白町に移されたわけでありますけれども、大きく挙げますと1区、路地区、8区と増団地下号、それから前鶴山地下号、水上山地下号の3地区がありまして、合計で計画では13キロ、実際には10キロぐらいであります。しかし、現在では、真っ白大本営、地下工群などは、中野から、あるいは千曲市など、あるいは、長野市の芋犬辺などまで、かなりの規模にわたっております。これは、東京の戦闘計画であったとも言われていますから、長野盆地一帯に、渡っているわけであります。どうして真っ白大本営が長野に来たかというのはいくつか理由がありまして、本土で一番広いところであるとか、あるいは、空襲がしにくいとか、資源が豊富であるとか、地下壕が掘りやすいとか、労働力もたくさんあるとか、それからさらに、神宗は神の宗につながる、神宗は神宗で神の宗につながる、水上山はとても縁起がいいとか、もう一つの理由としては信州の人はとても純朴で、天皇陛下が移ってくるのにもふさわしい品格があるというようなこともあったみたいであります。いずれにしましても1944年の11月11日から翌年の
私どもの調査では8月13日までで約9ヶ月で巨大な地下壕が掘り抜かれました。ここは実際には使われないでいた、だから予定であるから戦争遺跡には馴染まないという意見もありましたけれども、地下壕の研究では、保坂正康さんの研究では、大本営を計画した井田さんは昭和20年の8月14日のいわゆるクーデター未遂事件、皇居占拠事件の時 の中心人物の人でありますから、もしかして天皇陛下を玉音放送を阻止したら嫌がる天皇陛下も無理やり丸御所という特別ご調査に乗せて真っ白大本営に行って来て、そして本土決戦をしたんじゃないかという、そういう本当に使われる使用寸前まで行ったという研究もあります。またこの地下壕では、原爆を作ろうという計画もあったというようなことも話されております。いずれにしましても戦後ずっと忘れ去られていたわけでありますけれども、1985年の、本校の沖縄修学旅行がきっかけになりまして、松代の地下壕を調査し、そして、塚田長野市長さんなどにお願いをしまして、最終的に1990年に公開されまして、現在では230万人を超える皆様が訪れていると思います。次お願いします。さて大本営といいますと、当初私どもそうでありましたけれども、あそこでは朝鮮の人たちがたくさん刺激され、しかも強制連行、強制労働をさせられて何百人も亡くなった、いわば、西のアウシュビッツ、東の真っ白大本営と言われるような、そういう朝鮮民族加害の地という捉え方が一般的でありますし、今もそういうふうにされている面もあります。しかし私どもは松代町の三十数人の皆様を中心として、全体で160人近くの方から聞き取りをする中で、どうもその捉え方はおかしいんじゃないかというふうに思っております。まず地下壕内外の朝鮮の人たちの労働の問題であります。実はあの場所はものすごく危険な場所であるな、私ども素人は考えていましたけれども、そうではなくて、あのトンネル掘りの技術は国鉄の方の、国鉄の技術を使っております。で、国鉄はの方は戦争が終わった後北陸トンネルを掘ったりして、最終的には、青函トンネルを掘って定年になっておられますけれども、岐阜の玉木実さんが高校生が一生懸命やってるからぜひ話したいということで証言してくださいました。先生、あそこは全然危険じゃないんだよ、地盤が安定していて全然崩れない、だから大量落盤がないということはたくさん人が死なないということだから、ダイナマイトの暴発があって確かに亡くなった方はいるけれども、たくさん亡くなったなんて絶対考えられないよ、そうおっしゃいました。そしてまた私どもはものすごい鞭で叩かれて、すごい労働だった、囚人労働のような、そんなようなイメージを持っていましたけれども、結構朝鮮の方は賃金も良かったわけであります。例えば東北地方のダムで働いていた朝鮮の人があっという間に亡くなっちゃった。なぜか真っ白大本営の工事の方がはるかに待遇がいいということで、四国や東北からたくさんの労働者が集まったわけであります。半馬出入り重大です。私どもは本当にナチドイツの強制収容所のようなイメージを持っていましたけども、全然違いますね。出入り自由であります。飲み会も銭湯にも行きました。また、劇場などにも行きました。で、賃金もまずまずで生活ぶりも良かったわけであります。ただ親方によってピンハンなどがあり、横島の親方のもとに着くと大変だったという話もあります。しかし忘れてはいけないことは、一部には確かに強制連行、強制労働があったみたいであります。中隊長補佐の方、中隊長というのはある地域を、例えば路地区なら路地区を任されますけれども、その村井さんのもとにいたある方の話ですと、昭和20年の2月頃朝鮮半島から木の幹のまま連れてこられた人を、現在の、アモレ駅の付近、当時は駅がありませんでしたけれども、あそこに貨車が横付けして、そして連れてきたという話があります。で、全て日本人が朝鮮の人を
虐げたというような捉え方もありますけど、いやそうではありません。日本人以上に同胞をいたぶったいわゆる親日派の人もいたみたいであります。チェスワの佐山と小岩さんが、実際にその用心棒に拷問を強いられたというようなこと話もあります。総じて全体としてはその危険でものすごい囚人労働のような労働があったという捉え方は、私どもはそれは短絡的ではないかというふうに思っております。一方日本人の問題であります。地域住民などがどのように松代工事に強いられたということでありますけれども、実はあの地下壕では人肺で亡くなったかと思います。人肺、日本人の消防団長の方でありますけれども、人肺で戦後苦しんで亡くなったかと思いますし、また労働力がたくさんあるということで松代大本営に松代に大本営を移したわけでありますけれども、しかし、実際には満蒙開拓なので労働力はありませんでした。したがって戦争に行けない体の弱い方などを20年の春になって沖縄戦決戦が近づいてきましたから、早く松代大本営を築かなきゃいけないということで、工事を急いだわけでありますけど、その時に生まれつき体が弱くて兵隊に行けないような方をこの動員しました。でその方は喜びさんで参加したわけでありますけれども、あまり一生懸命働きすぎて脳膜炎で亡くなった、その奥様のお話です。暗い夜道をまだ暖かさに残る骨箱を抱いて骨を抱いて中条村を飲んで帰った時の辛さ悲しさ寂しさを今更のように思い出すというふうにおっしゃっております。だから地元の方は当然田畑を取り上げられ、あるいは子供などは、工事で出たズリなどを米軍の偵察機から見えないように隠す作業などに導入されましたけれども、何といっても一番注意しなきゃいけない点は、注目しなきゃいけない点は強制立ち退きの規定があります。今原発で、福島の人などがものすごい悲惨な思い、大変な思いをされておりますけれども、実はこの松代大本営では強制立ち退きがあったんです。強制立ち退き、本当に大変なことで、西条地区の130区余りの人が4月5日に軍の命令があって、それから今から1週間から10日以内に立ち退きということで、本当に当時は男の人はほとんど中国大陸に戦争に行っていませんから、お嫁さんと おじいちゃんおばあちゃんと子供で引っ越したわけであります。本当に大変だったわけです。そしてさらに私たちが生徒とその話を聞いて涙が止まらなかったのは、9歳の男の子富澤ふさじ君の富澤ふさじ君が立ち退き先で軍の車の事故で焼け死んだという話を聞きました。当時は粗悪なガソリンを使っていましたから、軍の高官の言ったハイヤーが来ました。みんなそのハイヤーですから、そこに群がったわけであります。しかし急に演出しちゃった。そこでもう一回エンジンをかけるために運転手と私はボンネットを開けて、その時だけ純粋なガソリンを注入します。クランクで回しますから何とかかかった。子供たちも多分手を叩いて喜んだんでしょう。ところがそのガソリンを注入したその瓶に火が引火してしまったわけであります。火炎瓶のようになりました。慌ててその運転手が後ろを放り投げましたけれども、見ていた子供2人に当たって、友達はなんとか大やけどで済みましたけれども、富澤ふさじ君は当時斑点という綿の入った、この斑点を着ていましたから、その斑点をすぐ脱がせませんでしたから、火がずっと体中に回り、おばあちゃんがおぶって吉野病院、現在の松代総合病院に行くときに背中の皮がお尻の先まで垂れ下がっていたという話があります。本当に切ない話であります。で、なぜこれらの事実が埋もれていたのか、これは27年間顧問として取り組んで大変切なく、しかも反省しておりますというのは、歴史の研究者の端くれとして、声高にこういう被害に遭ったとか注目されることにどうしても研究のが向きがちで、おとなしくて、あれはお上のやったことだから黙っていいよと、
そういう人たちのことを全然調べなかったわけです。この場合には西条地区 の皆様のこと、今になって非常にまずかったなと、このようなことを反省しております。さて一方、朝鮮人と日本人の関係であります。全体として朝鮮人がを日本人がいじめたという関係は絶対ないわけであります。いくつかの例を申し上げましょう。例えば、工事に動員された旧制中学校の生徒を朝鮮人労働者は結構トロッコに乗せてくれたりして、交流があったら話とか、あるいは、チェ・スアムという朝鮮人労働者を戦後も面倒を見た、西村武重さんのお話とか、あるいは、半馬の吉原家と親戚以上の付き合いをした中田忠美さんの話とか、あるいは恵明寺の、娘さんは朝鮮人労働者と結婚しております。結構ですから、あの時代の中でしたたかにしなやかに朝鮮人と日本人が交流し助け合ったわけであります。総じて私ども の真っ白太平洋の見方は、戦争は弱い者から犠牲になるという、そういうものを示す場所として真っ白太平洋があるのではないかというふうに思っております。当時は日本の植民地だった朝鮮の人たちは弱小民族という形で、確かに、幾人かはやはり、ダイナマイトの暴発などで亡くなりました。体の弱い人、健常でない人も脳膜炎などで亡くなりました。さらに女性、子供、お年寄りも先ほどのように亡くなったり被害に遭ったわけであります。そういうことを考えますと、全体とすると松代大本営というのは一面的な、ただ朝鮮の人のみだけがひどい目に遭った場所ということではなくて、地元の人たちの被害も合わせまして、弱い者から犠牲になるという、そういうことを表している場所ではないかと思います。私がとても誇らしく思うのは、高校生たちはしかし自分たちの調べたことをそれに基づいて淡々と説明してくださいという、そういう地下壕の案内をしていて、決してこれが正しいと押し付けてはいません。また一面的な見方は先入観はいけないのではないかと、このように考えておるわけであります。いずれにしましても地下壕ではたくさんの皆さんが見えております。例えば、チェさんとの遺族との交流もありますし、あるいは韓国や台湾、中央部など海外の見学者がたくさんあります。アスパックでは生徒が発表させてもらいましたし、あるいは、1998年のからも励ましの手紙をいただきました。すぐ近くの国連軍縮会議は生徒が発表させてもらいましたけど、そもそも第1回の京都会議の時には、真っ白地下壕を視察に来られた、国連、のブースビー研究主任との交流などもありました。はい、有名な方もたくさんいらっしゃっております。例えば長野県の田中千代さん、それから小坂当時の文部科学大臣、そして菅総理大臣も副総理の時には、言えまして、そして子どもたち、高校生の取り組みは素晴らしいというお褒めの言葉をいただきました。高校生たちは地元の人々が、観光客がたくさん増えるとゴミも散らかるんじゃないかっていう、そういう心配の声がをされているということでありましたから、今まで600回ほどゴミを拾わせてもらいますということで、その中で、生徒たちの清らかな心、ついこの昨年トイレの神様という歌が流行りましたけれども、やはりゴミ拾いをする中で生徒たちは心もこの清らかになり、また地元の人からご苦労さんと励まされる中で、だん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 高校生として立派になっていくんじゃないかと思います。地下壕の脇には歴道の絵という郷土研究班の資料館もありますし、また、入り口ではお湯なしという地元の人と一緒に販売所を設けております。その販売所では高校生の考案したグッズなどが大変好評であります。この100円のパンを中発見ですね。それからこれは強制立ち退きの人が、自分の家に入るときに見せた門限であります。それからさらにこのようなものとか、あるいは、高校生が考案しました、どうしたボールペン、これがとても好評なんですね。これがとても好評なんです。こういうふうに資料がここに入っていまして、裏を見てください。
これが大変好評であります。これもあの高校生の考案で、あの近頃に金額の記念ということでお買い求めいただいております。でいずれにしましても、あのとかくこういう取り組みをしますと、高校生は戦争反対とか、あのそういう強調的にあのこうなんですかね、叫ぶようなそういう姿を想像すると思いますけれども、そうではありません。あのこのような証言を本当にあの辛い体験を喉を絞るようにこうあのお話してくださる、そういう老人に対して尊敬の、気持ちを持ち、そして、私たちをこのように取り組みを励ましてくださる地元の皆様に対して、あの何ですかね、それを敬う気持ち、さらに郷土を愛する気持ちなどをあの育む中で、立派なあの地域を担う青年になろうということで取り組んでいるわけであります。高校あるいは長野県の、学習旅行誘致推進協議会などの要請で、あのいくらでもあの案内に立つわけであります。どうぞ高校生たちの先輩たちが調べた史実に基づいたあの話をあの近い号でお聞きいただければ幸いであります。いずれにしましても、あの今は松代大本営、地元の皆様と一緒にあの保存し活用していこうという動きが出てきました。大変ありがたく思っております。それではあの残りの時間は勝田副顧問から Q&A を中心にあのご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあこちらへ来ていただいて、松代大本営Q&Aということで、説明させていただきます。基本編30と書いてあります。基本編30と書いてありますけども、とりあえず10問ここでやってみたいと思います。クエスチョン1、大本営とはどのようなものですか。 A 陸軍の最高統帥部、 B 海軍の最高統帥部、C 天皇の下の最高統帥部、 D 空軍の最高統帥部。クエスチョン2、松代大本営は本格的に始まりましたか。 A 1944年8月15日、 B 1944年10月21日、 C 1944年11月11日、 D 1945年4月1日。クエスチョン3、松代大本営の工事の期間はどのくらいですか。 A 5ヶ月、 B 7ヶ月、 C 9ヶ月、 D 13ヶ月。クエスチョン4、工事に動員された最も多い時で何人ぐらいと言われていますか。 A 3000人、 B 4000人、 C 5000人、 D 1万人。クエスチョン5、このうち朝鮮人はおよそ何人と言われていますか。 A 2000人、 B 4000人、 C 7000人、 D 1万人。クエスチョン6、工事でかかった費用は当時のお金でどのくらいですか。 A 1000万円、 B 5000万円、 C 1億円、 D 10億円。クエスチョン7、工事は略語で何と呼ばれていましたか。 A 木工事、 B 土工事、 C 二工事、 D 間工事。クエスチョン8、工事用語で移築と呼ばれたのはどの山に掘られた壕などを指しますか。 A 舞鶴山、 B 象山、 C 水上山、 D 飯綱山。クエスチョン9、工事用語で路地区と呼ばれたのはどの山に掘られた壕などを指しますか。 A 舞鶴山、 B 象山、 C 水上山、 D 飯綱山。クエスチョン10、工事用語で破竹と呼ばれたのはどの山に掘られた壕などを指しますか。 A 舞鶴山、 B 象山、 C 水上山、 D 飯綱山。それでは回答の方に行ってみましょう。
正解。クエスチョン1、C 天皇の下の最高統帥部、天皇を中心とした、陸軍海軍が、あったんですが、それをまとめていた、天皇中心の、司令部が移ってくるという、そういう話だったわけですね。クエスチョン2、答え C 1944年11月11日、本格的に始まったのが、いい日いい日、いい月いい日いい時間ということで、この時間に決まったということになります。クエスチョン3、答え C 9ヶ月、1944年の11月11日から翌年の8月13日までということですね。9ヶ月ということになります。クエスチョン4、答え D 1万人、日本人が約3000人、朝鮮の方7000人、合計1万人が働いていたというふうに言われています。クエスチョン5、答え C 7000人、先ほど言いました通り朝鮮の方7000人ということになります。クエスチョン6、答え、C 1億円、当時の費用、詳しくは分かっていませんが、だいたい1億から2億程度かかっていたというふうに言われています。クエスチョン7、答え D 魔工事、基本的に松代の魔を取って魔工事と呼ばれていたようです。クエスチョン8、答え B 象山、松代町に、南西に位置しています。でこの山に、象山の、地下壕が掘られたということになります。クエスチョン9、答え舞鶴山、現在地震観測所となっている、ところに、作られた、前瀬山地下壕となっています。クエスチョン10、答え C 水上山、ということで、面白い名前の山ですが、ここに、最初、食料倉庫として計画され、あ、食料倉庫として、計画されて結局、来られたということになります。はい、で位置関係はだいたいこのようになってます。象山、舞鶴山、水上山という位置関係になっています。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、まああと秀英高校さんではこういう Q&A、 先ほど勝田先生説明した通りこういう Q&A っていう雑誌をですね作って、今松代町歩きセンターで販売しております。もしご希望の方は町歩きセンターへ、ぜひいらしていただいてお買い求めいただきたいと思います。ね、この町歩きセンターから象山地下壕までの道順ですけれど、何ですよ、現在あるのはこの町歩きセンター、こちらになります。これからずっと西の方へ行っていただきますと、ですね、ここに信号一つだけございます。この信号を左折していただいて行きますとですね、佐久間象山先生の象山神社ってのがありますが、その南側を伝って川伝いに、登っていただきますと象山地下壕がございます。まあ、その、象山神社から少し、登ったところにですね、先ほど先生言った歴道ですね、はい、家ですね、それもありますので、ぜひお立ち寄りいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。今日先生いろいろ説明していただきましたけれど、はい、この間もなんか松本でなんか説明があったとかっていうのを聞きました。国連軍縮会議でもって高校生の発表がありまして、はい、でそのところで松代大本営の発表をして、多くの皆様外国の方からも大変好評でした。 ありがとうございました。カズさんどうでしょう、この Q&A のあれでまた新たなものも入れてっていう、新しく、はい、
ぜひ調査を進めていく過程で、新しい証言が見つかったら、また出して、新しい本を出していきたいと思います。まあ、いろいろまだこれからいろいろ証言が出てくると思いますので、はい、早めにね、はい、情報収集してやっぱり一冊の本にやるような形でやっていただければまたいいと思いますですね。はい、じゃあ今日は、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。さて、来週のしゃべくりますよ。はい、三田さん、また来週、パーソナリティ？え、私じゃないです。あ、女性ですね。女性です。素晴らしい女性。そう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 。素晴らしい。小関さんっていう。小関さん。うん、ちょっと、本物のアナウンサー。あ、そうです、そうです。おっしゃるとですね。その方、楽しみですよね。楽しんでください。で、ゲストは誰？ゲストはね、今、真っ白食品のね、うん、相談役、北村美希夫。あの方、NPO 夢空間の理事。理事でやって。あ、うん、そうなんです。じゃあ NPO の話してくるんですか？うん、それもそうですね。マッスル病院も勤めててね、検査技師長もやって。マッスル病院の話くれるの？あ、それも話するしね。あ、そうです。相談役の話もするって、野球をやるんだよ。そうそう、あの人もね、野球好きだからね。あの人もね、あれ、甲子園行った時ね、副会長で行ってるんですよ。私も行きました。私も行きました。そう、じゃあ一緒に行ったんだ。そうそうそう、その話もしてくるんじゃないですか。そうそうそう、いいですよ。いやー、それは楽しみですね。ちょっと時間オーバーしそうな気もするけど、興味たく30分になっちゃうかもしれない。うん、そう、いいじゃないですか。じゃあ来週もしゃべくりまつろう30分ってわけにいかないね。15分で終わりますね、来週は。それでは来週のしゃべくりまつろう、どうぞお楽しみに。よろしく。松代、あなたの街。それそれそれくらい松代、また見てね。